たまのあの時ねドミニカでそのカリブ大会をやってたの、はい、ベネズエラとかドミニカその大会でテレビがつけたら、はい、チャンネル見たらキューバのマルチェスが投げてたの、はい、で、これ19歳だし、はい、取れるんだったらちょっと行ってみようかなと思ってそこから初めてキューバに入ったの、はい、ドミニカだったらキューバ入れるからアメリカから絶対ダメだから、はい、で行った時にたまたま,まあ向こうで一緒に俺がアマチュアでやってた時に、はい 一緒にやってた人たちがその野球関係にいて、はい、でこれだったらなんとか中二さんだったらあの連れてってもいいですよとでも時間かかってるけど、はい、その条件は9まで代表で大会がある時には返してほしいって言って遅れたりしてたじゃん、はいはい、でもあれ見た時はリーボル1 5十試合投げてたからその時ってた,ただコントロールは全然ダメだったけどねあそうでしょ